北越急行北北線、新潟駅の六日町駅と犀潟駅を結ぶ、全長60キロの路線である、首都圏と北陸を結ぶ高規格路線として、1997年に開業し、当初から特急白鷹が行き交ったが、2015年の北陸新幹線開業に伴い、特急は全廃、2023年には超快速も廃止され、最高速度も95キロに引き下げられるなど、完全なローカル線と化している。しかし、そんな北北線で、今からおよそ20年前に、上野と北陸を結ぶ、夜行急行が走ったことがあることをご存知だろうか。というわけで今回は、寝台急行の都合の北北線迂回運転について見ていこう。時は1975年、寝台特急北陸の新設に伴い、上野、金沢間の夜行客車急行が急行の都と命名された。当時、すでに上野、福井間では信越線経由の急行越前が走っていたため、能登は上越線経由での運転である。しかし、1982年になると、上越新幹線開通の影響で、在来線優等列車は再編、急行越前は廃止され、能登は信越線経由のルートに変更された。この時から能登は、寝台車付きの14系客車で運行されるようになったが、寝台車は寝台特急北陸があったため利用が芳しくなかった一方、座席車は周遊圏で北陸へと向かう客の人気を博した。そのためか、民営化後の1993年、能登の使用車両は特急白山用の489系に変更。結果として、特急北陸は寝台のみ、急行能登は座席車のみの編成となり、役割分担が明確になった。そして1997年10月には、オリンピックを控え、北陸新幹線が長野まで開業。信越本線が薄い峠を越える、横川、軽井沢間が廃止されたことで、能登は15年ぶりに上越線経由で運行されることとなり、ダイヤも変更された。それでは、2003年秋時点でのダイヤを見ていこう。下りの急行能登は、上野駅16番線に、発車20分前に入線する。列車は23時33分に発車。大宮0時1分発、熊谷0時34分発と進み、1時3分発の高崎からは深夜帯に入る。上越線内では客扱いはせず、列車の進行方向が変わる長岡でも、運転停車のみで発車。翌朝4時13分、直江津につき、8分停車の後発車する。北陸線内は急行列車なので、泊まり、入善、黒部、魚津、滑川と細かく泊まり、5時40分、富山に停車。高岡、伊鶴見、津幡と進み、終着の金沢には6時35分に着いた。全区間の所要時間は7時間2分である。一方、上りの上野駅は、金沢を22時12分に発車。往路と同じ停車駅で、高岡を22時43分、富山を22時58分、糸魚川を23時56分に発車し、0時24分に直江津を出ると、次にドアが開くのは、4時5分着の高崎である。高崎では時間調整のため、32分停車の後出発。熊谷、大宮に泊まり、終着の上野には6時5分に着いた。高崎でかなりの時間止まっているにもかかわらず、全区間の所要時間は6時間53分であり、往路より12分早い。さて、1997年10月に開業した長野新幹線は、東京、大宮間を除くと15年ぶりの新幹線開業として、注目を集めたが、実はその半年前、もう一つ別の高規格路線が開業していた。それが北越急行北北線である。北北線は、従来長岡を経由していた東京、北陸間の鉄道ルートを短絡するもので、開業と同時に、特急白鷹が日本最速の140キロ運転を開始した。489系の急行のとも、同線を通った方が距離も短い上、方向転換も不要だが、実際は1997年3月以降も、長岡経由での運転を続けた。一体なぜだろうか。まず、北越急行との調整を嫌がった、という理由が考えられる。北越急行に乗り入れる以上、同線内では同社の乗務員を手配する必要があるが、この辺りを通過するのは、定期列車がない深夜帯。北北線内の運転士を用意するのは困難だったのだろう。その上、急行の都は高崎駅で長時間止まるなど、長岡経由のルートでさえ、時間を余らせており、北北線を経由することで、所要時間を短縮させる必要性は皆無だった。
さらに北北線経由で運転すると、切符の発売が煩雑になる上、JR 東日本の運賃収入が減ってしまう。以上のような理由から、急行の都は廃止されるまで、原則として長岡経由として運転された。ただ、北北線を営業運転中に走ったことも、ないわけではない。原因となったのが、新潟県中越地震である。この地震は、新潟県で2004年10月27日に発生したもので、新大野川口町では震度7を記録。営業運転中の上越新幹線が脱線するなど、鉄道でも甚大な被害が発生した。北北線も地震発生に伴い、運転を見合わせたが、構造物が比較的新しかったおかげか被害は少なく、地震から10日後の11月2日に全線で運転を再開した。一方、上越線の被害はひどく、12月27日になって、ようやく全線で運転を再開した。ただ、越後川口、越後滝や緩和単線での仮復旧だったため、列車の本数は少なく、寝台特急あけぼのなどの夜行列車は、運休が続いた。ただ、年末年始の繁忙期ともなると、夜行列車の需要は高い。そのため JR 東日本は、北北線経由の臨時急行の都91号、92号を運行することで、暫定的に運転を再開したのだ。ダイヤは、上りは定期列車とほぼ同じだったものの、下りは、通常3時間5分を要す高崎、直江津間を2時間27分で走破。時間調整のため、途中の糸魚川で36分間停車した。運転日は2004年12月30日から、翌年1月3日までの5日間のみだったが、2005年の2月から3月の間は、ほぼ毎週末運転された。臨時の迂回運転ではあるものの、山積線を通ることから運賃の特例はなく、乗車には、北北線を経路に含む乗車券が必要だった。北越急行としても、イレギュラーな夜行列車を運行するのは大変だったと思うが、災害時であることから、JR と力を合わせたのだろう。2005年春には、能登が通常の長岡経由での運行を再開したため、北北線内の迂回運転は、わずか3ヶ月で終了することとなった。その後も運転を続けた急行能登だったが、2010年春の改正で、臨時列車に格下げ、2012年3月以降は運転がなく、発表こそないものの廃止されてしまった。夜行バスの発達や、特急白鷹の定着、さらに周遊券の縮小により、能登の客足は、次第に鈍っていたのである。とはいえ、東京から西に向かうブルートレインは2009年に全廃されている。それに比べれば、能登はまだ健闘したと言えるだろう。北陸新幹線の敦賀開業を目前に控えた2024年現在、能登の面影は微塵もないが、せめて、このような珍列車が存在したということは、記憶に留めてほしい。